ましたズンズンチャンネル、ね、今日もダブ聞いてくぞもう来てるぞしたくぞ誰のやねんほんまなんで一日それやらんでいやちょっと俺もやりたかったんですよこれなんかおもろいな誰がやねんちゃうちゃうラガです、はい、ラガは誰がここからアーしかって下のアーしか持てないな今日な、はい、今日ダブやねん今日、はい、なんかさアーティスト特集よくやるやん、はい、でリズム特集ってなって、はい、ちょっとちゃう切り口でいこうかなニューシリーズですね、はい、ニューシリーズというか、はい、なんか今日は、はい、早口 DJ 特集早口 DJ 特集日本人もみんな大好きな早口 DJ もうで日本で言うたらさ、はい、アポロとか有名やんかやっぱ、はい、あいつ、ね、できなんねんできなんねんとかさ、はい、ジェレックスレックスレックス早いやん、はいまあ、アポロ、はい、ねでレックスシバヤンキーシバヤンキーアバディアバディヤーマンでタイタンタイタンワッシーワッシーワッシーですねいっぱいおるねいっぱいいますもうまあダンスいっぱいおるねはい、でまあそういう人たちはよく現場で、ねはい、やっぱこう早口で、はい、うわーってなってるやん、うんそうですね、でジャマイカ人の、はい、まあ言うたらその人たちも多分ジャマイカ人のやっぱ聞いてるはずやからですよねそれの元であろう早口、はい、ジャマイカの早口人たちを今日はちょっと担任ピックしてやりたいと思います、はい、でまずどんだけ早いねんみたいなあ多分なってるでしょ早口 DJ でしょもうジャマイカ人はジャマイカ人どれぐらい早いのみたいなまずじゃあ行きますわ1人目、はい、こいつですブレスイッツダンサーボールやチルマンリーブルデイヤーオブラパカマタイムワンバイレッツバイダツのブルー早いよネバゲルミッセヨースケネ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 スケある意味早いけど何かいやジェネラルリービージェネラルリービーですよアポロもジェネラルリービー憧れたんじゃないジェネラルリービーは早口 DJ のやっぱお手本になってんじゃないだいぶなんかそんな話よく聞きますよね、うん、みんな聞いてると思いますわジェネラルリービーやっぱ古いんですか、うん、だいぶ昔から 90s やな 90s ですレゲエゴールドとかでも入ってたりするのにしててんけど、はい、レゲエゴールドだけなんかそういうコンピとかでも入っててんけど、はい、でまあ、まあ、でこれだからまあアポロとかは多分ジェネラルリビーとか好きやね、うん、でまあやっぱ俺はねあの早口といえばねやっぱこの人ですね俺の中ではあの人ですかね行きましょうかレッツパイナップ and Junior Hey this is the governor live on the rig Hey run the team and go show the bad one Hey Let's fight up Let's fight up Taking it higher Oh yes Take a little wider When I do Then I tweet早いな早いですねスティッチ、ね、どんだけ下回るのって感じだどんな下してんすかね構造一人長いじゃん結構もう長かったらどうなる一人長いじゃんうわーみたいな多分、はい、下の長さで言うたら、はい、あの弱虫ペダルの御堂筋くんぐらいじゃん分かれ分かれチャンピオンの漫画ですよねそれ弱虫ペダルの御堂筋くん今出てるのでめちゃくちゃ下だあそうなんすねそれぐらい長いと思うほんまに長いねそうなんすかすげえ長そうっすねまあまあそう早口といえばやっぱり、ね、スティッチスティッチ出てきますねスティッチも90年代80年代いや 80s ね 80s ねもう、まあ、スティッチやな、まあ、スティッチが出てきたらもちろんこれ2人目でしょ、はい、3人目いきますじゃんもう早速
行っちゃいますね。行きましょうか。この人行きましょうか。じゃあこれね、はい、この歌多分もう歌ってないと思うね。あ、次にかける曲だから結構知らん人おると思うんだけど、ナインティーズのレゲエ、はい、昔から聴いてる人とかは、はい、これやんってなると思うけど、はいはいはい、この人クリス、まあ、スティッチもクリスチャンやねんけど、はい、クリスチャンになる前っていうのがあったわけよ。でクリスチャンちゃう前は結構こう悪いこととかもやっぱ歌ってんねん。だキルとかなんとか。そうそうそう、はい、だからガンガンキル言ってるやつ、はい、おお、まあ、ちょっとこれ久々に俺も書けんねんけど、はい、ちょっと聴いてみます。この人です。Easy a sucker crew, no respect of the time to the man like Julian Red Kelly. Settings, but anything test right spider is dead. Here's the old trick, anything test is dead. Watch this. Have mercy. You know, so red spider no pay tempo or nothing. You know why? Tell them this. Red spider no pay 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 and it no go down the way. We don't rush and no burn. But if I don't go no what I'm about, no but I mention. Kill them with no silly. Rates fine, I'm not pretty 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 and then I'm pretty 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 pretty早口 DJ といえば、まあ、代表代表なんかなというイメージは。パパさんとスティッチのこうスティングでやり合ってるやつ、はい、あれ URL 貼っといてや。らしいね。あのあれもまあやっぱね、面白いですよね。で、あのパパさん、あの俺初めて買ったレコードパパさんやね。あ、そうなんですね。へえ、なんでまた初めてがパパさんなんですか。いや、その曲がよくかかってて。あ、現場で。うん、へえ。買ってパパさん。はい。で、まあそのジャマイカ行った時にやっぱパパさん撮りてえと思ってて、そうですね、でパパさん撮ってんけど、はい、で今もマイアミ住んでるんですけど、はい、ジャマイカ行った時、ジャマイカ住んでてまだ。はい。でこれ初めて行った時撮ったパパさんやねんけど、はい、その後に何回か行った時に、はい、忍者マンなんじゃマンっていうコンビ、ああ、これもね、ってんねん、ありますね、はい、あるやん、あります、あのシリーズっていうか、あの感じで、はい、パパさんパパ B っていうのを撮りながら、パパさんパパ B、 パパ B その時ボンパパボンやってパパボン、パパさんパパボンっていうのを撮りてえなと思って、でボン君もジャマイカ住んでた時やったから、はい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 、住んでたんかな、来てた時やって、はいはい、タイミングその時行けるやん、うん、コンビ一緒に同時撮り行けるやんと思って、うん、趣味コンビですね、それこそテルに集まってもらって、ああなるほどなるほど、テルスタジオっていうところに来て、はい、でパパさん来て、はい、ボン君来て、はい、でなんかあの俺はテルとこのオケでやってみたいな、はい、でオケを7インチで持ってたから、はい、その落とす作業を教えてんだ、ダッドに1回落とさなあかんみたいな、でそれ落とす作業してて、でボン君とパパさんがなんか喋ってて、はい、で準備できたから行ってやる、はいはい、ほんだらパパさんが、いや俺もう帰るみたいな、なんでなんでなんで、えなんでなん、はい、でどうしたんですかって言ったから、なんかパパさんとボン君でなんかその宗教の話をしてて、はいはいはい、でクリスチャンと仏教、はいはいはい、それでちょっとなんかちょっとちゃうみたいな感じになって、パパさんがまさかの宗教観、宗教観ちゃうってなって帰ってた帰ってそんなんあるんですか、うん、びっくりじゃん、帰られて、あるんすね、だからもう俺ええってなるし、ボン君もええってなるし帰ってもうた、帰っちゃった、だから取られんかった、それそのコンビもなし、なしっすか、なんかジュニア君の立場やったらめちゃくちゃへこむわ俺、だからもう用意できていったら、はい、なんか宗教観で揉められてちょっとちゃうみたいな感じでわざわざ帰ってくるなんか損した気分ですよ、もう損したっていうのはよくわからん、悲しい気なむしになるっていうのを覚えてる、へえ、そうすごいエピソードだな、なかなかないですよ、サンプルまで宗教観で変えられるみたいな、初めて聞いたんですもん俺そんな話やばいやろ、なるほどね、いやその時はもうクリスチャンになってたから、あもうバリバリになってたから、多分信仰もうハマりたてみたいな感じでさ、あなるほど、ね、結構なんちゅうの、信仰しててもさ、こう柔軟性ある人とさ、はい、ガチガチの人ってやっぱ多いやん、ね、だからその結構どっぷりなるほどっていうか、どっぷりパパさんやったわけですね、どっぷりパパさんやったわけですね
でまあまあそれはしゃあないからさ、うんうんうん、まあ断念してんけど、はい、まあ、ちょっとパパさんとやっぱなんか面白いコンビを撮りたいなと思って、はい、撮ったのが、はい、もう最後にいくやつです。これです。ほんまに早いよこれ。 BPM 早くしてないからね。早ない。めちゃくちゃ早いで。プロプロ早い早いビッグコンビネーションバットやなまあ、スティッチとパパさんのコンビネーションですね。でもやっぱ憧れるっすよね。歌ってでもこんな早口したいってなる人も多いんちゃいます。まあ上がるもんなやっぱ、うん、勝手に何ちゅう持っていかれるよね。そうですね。ガーって、はい、こうなんかよくありがちなこういう感じのなんでやっちゃいますよ。いや俺はやらん。あのようおるよ、ようおる、よう見るよ。アポロが早口ギリギリギリってやってる時にさ、こうエアッみたいな出たなんかエアッ誰やこれみたいな。あれ何なんすかねあれ。だジュニア君のこれでしょ。ちゃいます。今のそれでいいやん。いいやろ今のこれやったやん。現場でみんなこんなやったらどうします。いいやろエアーっこよりいいやろ。エアーないやねえ。いやエアーっこの方がいいっしょ。いやエアーっこよ。エアーインベーダーっすよこれ。ほんまマジエアーインベーダーほんまに気をついたろ。なんだエアーインベーダーお前エアーっこやれ。誰がエアーっこやねん。そんな今そういう話してないんですよ。ということで、ね、まあ今日はあの早口編ですわ。渋い。まあ他にもねあのいてるんですけど、はい、まあ3人にとりあえず絞って代表的なね、はい、やりました、はい、だからこのシリーズ企画、はい、アーティスト編やん、はいはい、でこれリズム編っていうのがあったやん、はい、でまあ日本人編っていうのもできたでしょ、はいはい、だこういう、はい、特別枠編。特別枠編だからこれは早口編やん、はい、次はギャング編とか。ほんまに悪いやつらみたいな。ほんまに悪いギャング編とか、はい、あとまあまあそれこそフィーメールのもできますよね。できますよね。であと何できます。シンガー枠ってあれですかね、まあ、ラスタマン。ラスタマン、ラスタマン、トップ3ラスタマン、トップ3ラスタマンできるし、あと何やろね、捕まってたやつら。ああ意外とこいつも捕まっててみたいなとか、あとまあラスターからラスターやめたやつ。あそれ面白いかもしれないですね。元ラスターみたいな。そうほんでラスターになった縁とか。あですね。そうラスターじゃなかったけどラスターになった人たちシリーズとか、ね、はい、なんかそういうの多分いっぱいできると思う。できますできます。こうご期待で。嫁さん日本人とか。なんかそう、なんかできそうじゃない。何でもできるっすね。だから2世代でやってる、ね。ああ。タオロスとかそうっすもんね。タオロスもそうです。ジュニアゴンジュニアさん。そう。なんかいっぱいおるでしょ。だからそういうのとかね。うん、お父さんもアーティストやった。はいはい。この企画無限ですね。無限やん。無限でできますから。またちょっとこういうのはちょっと考えてやりたい。楽しいですね。ということで今日は早口編でした。はい。はい、あ日本人もやるよ早口。あ早口日本人もまた。やりましょうやりましょう。やりましょう。はい。ということで今日はこんな感じで。まず、あ、絶対ちゃんとやってくださいね。それをズンズンチョンね。ちょっと待ってこれ何？バカチコバカチコみたいなってるけど。なんすかそれ。初めて見た。全然ちゃんとせへんやん。ええやろ。寝るー